おはようございます。今日はこのコーヒー屋さんからスタートです。幼馴染と一緒。勉強とか仕事にいいですね。そうね、めっちゃいいね。香りもいいし。さて、夜です。今日はね、お水をね、買いにコスコに来てます。あとね、ちょっとね、今日もお土産を見ようと思うので、何買うか何買うと、お土産ね、お土産ね、いいのあるかな。ちょっとね、チェックしたいと思います。レッツゴー、言ってレッツゴー。ふぅ喉乾いた。さあ、なんかあるかな。ちょっと久しぶりだね、コスコ。いつぶり？明日も来るの？うん。このかわいいやつ、柄がかわいいよね。デザインがかわいいね。安いね、今日12ドル。さ、お土産コーナー、何？あるよ。何が？クッキーね。クッキー？どこ？あっち？あ、そうだそうだ、カナに ね。これもね、ちょっとグッドかなと思う。抹茶ミニパイツ、でもラストタイムもみんなにこれ買ったじゃん。ない？じゃあ1個買おうか。これ安い、9ドルです。ちょっとチェックだけ。うん、何？そう、さっきさ、道歩いてたら日本の旅行者の方にすみませんみたいな感じで話しかけられて、マカダミアナッツ買うのどこが安いですかって言われたんでした。見てないと思いますけど、コスコは28ドル。これ見て、中身で取っちゃうけど、これ買う？15ドルだよ。でもこれ台湾だよ、パイナップルケーキ。何が、誰が食べる？ん？私たち？うん、食べよ。お土産じゃないね。うん、食べたい。買います。ハーゲンダッツ買う？今日買える？できないね。できない。アイス買いたかったね。明日かな。あった。いつもの。今日は5個？うん。OK。ペリー。さあ、なんかあるかな。でもここはお土産じゃないね。そう、アサイジュースがね、私の大好きなアサイジュース、安い？今日どう思う？お、安い、やったー、安い。5ドル79。セレブレーションなの？あ、イヤーズね、ドラゴンだ。イヤーオブドラゴン、いいね。でもまあ中身はね、至って多分普通なんでしょうけど。16ドル。もうすぐね、旧正月ですね。あれも、そしてハワイのコストコにはみんな知ってると思うけど、こういうね、パレオにもなるし、ビーチシートにもなるしとか、
あとアロハシャツも20ドルで売っております。アロハシャツがいいじゃない、お土産。かわいいよ、見てこれ、この柄かわいいじゃんね。あれ、おらんし、ちょっと何それ。あ、ノリね。何かあるかな。じゃん、ハワイのコスコには普通にいろいろね、日本のものも置いてあって、例えばわさびとかカレー粉とかも、ラーメンはもちろんいろいろあるからさ、すごく便利です。マヨネーズもあるね、吉田のタレとかジョジョエンのドレッシングもあります。これいいね、ゆず、ゆず、ポン酢ゆず15ドル。お、ここはもうトマトに変わっちゃった。ルーシーズ、ハーシーズ、なんだっけ、どこ、ハーシー、ハーシーじゃない、なんだっけ、レイシー、レイシーズ、リーセス、リーセス、リーセス、どこ、今日はね、てかもうすぐ閉店だね、あと40分ぐらいなのでちょっと空いてます。結構このね、閉店間際に来ること多いね。わあ、水野のゴルフバッグか、水野が何かあると思った。ゴルフバッグ、そして一年中サーフィン、サーフボードはあります。あ、ルーシー、ハシー、なんだっけ、リセス、リセス、あ、これもあるね、このハワイのチップス、これもさすがにね、こんなにこんなには持って帰れないけど、安い、15ドル。それめっちゃ辛いやつ、スーパー辛い、うん、そう、やった、それ買う、私の大好きなやつね。いくら、え、高いよ、ちょっと今日9ドルじゃない、ない、何がいい、これとドリタ、こっち、うん、ドリトスは2本ある。今日はこれといって出会えんかったね、ホノルルクッキーの袋入りとチートスの辛いののパーティーサイズぐらいかなね。お腹空いたね、うん、食べ行こうか、うん、じゃあスナックにピッツァ食べますか。ほら、これなかったやん、こういう絵ね。お、レジ水筒、よかった。さあ、今日はいろいろこういう感じで買って、全部で260ドルぐらいだったかな。パイナップルケーキ、お土産は、ハワイのお土産はこのホノルルクッキーのミニバイトと、これはハワイのではないんですけど、私が絶対に買って帰る一つでもあるチートスのめっちゃ辛いやつですね。だけか、なんか
明日もね来るみたいなので、明日はねもうちょっとね時間がある。今日はねちょっと閉店ギリギリになっちゃったから全然取れなかったんですけど、明日はねもっとゆっくりと、多分、ま、もう一回コストコを取ると思うので、ノリも一緒です。普通は多分30ドルね、普通だったら30ドル。見てください、何買ってきたかと思ったらホットドッグセット2個とピザ3つ、うん、めっちゃ買っとうやん。でも 9.39 いいね、うん、めっちゃいい、めっちゃいい。でもジュース2個もピザ3個もホットドッグ2個もいるとかな。お腹すいたと、うん、それなんだ。こっちはチーズだね、おいしいね。うん、ちょっと裏情報なんですけど、これはキャッシャーで言うともらえるね、うん、チーズとペッパーね。ペパロニどっちが好き？チーズとこれ両方。両方どっち？チーズ。チーズ、私もチーズが好き、一緒やん。これはこれで美味しいっちゃけどね、うん、でもペパロニはもっと美味しいのもあるよね、うん、でもチーズはねなかなか美味しい。うん、さあ歩き足りないので、いやでも今日朝から結構ハードだったよ。私幼馴染とお茶したり、私ゆうとさスカイプしたりで、1万歩歩いたり、今日は1日フル稼働、今日思うかな。だけどね、なんかやっぱりさ、こういざ帰ろうってなるとさ、もうちょっと見たいってなって、今ね結局ロスに来てます。なんか可愛いお土産になりそうなものがあるかなと思って見に来てます。すごい、これチートスのメイクブラシ4ドルです。何これ、アイマスク、うん、なんかある、なんかある。これ何やったっけ、これ何、フォーミングバス、うん、泡風呂かなね、うん、キールズあるやん、かわいい。クリスマスバージョン、なんか汚いね。30ドルだよ。なんかある、ナイト、うん、探して、なんかいいものあるかな。お、見てボディショップ、パンプキン9ドルです。これもボディショップのシャワーマスク、安い、7ドル。それ何、歯ブラシ、うん、ブラシ、なんか面白いのありそう。これどこの、ダラス、うん、これ何、 NFL、うん、ベースボールじゃないね、フットボール、うん、アメリカンフットボール、うん、今日はあんまり何もなさそうやね。こんな日本じゃ絶対にありえないよ。めっちゃ落ちとっちゃけど、すごいよね、こっちもめっちゃ落ちとうよ。どういうこと、落ちとうっていうかもう置いてあるみたいな。あっちの下もやばくないですか、
ハワイなのでこういうね、めっちゃ海みたいなのがいっぱいあるね。かわいいね。でもお土産ないね。なんかある？うん、いらないけどさ、待って待って、かわいいの見つけた。アグ、うん、いくらやったっけ？$25、24.99、うん、いいね。どう思う？まさかの。はい。I came for lights. Really? I'm looking for more. いいよね、これどう思います？でもこれを買うならもう日本で買わないよって言われたらどうしよう。でもめっちゃ、ね、本当に心から大好きかって言われたらそうでもないんですか。どうしよう。お母さんのお土産にすると、うんうん、私が欲しい。じゃあいいよ、お母さんにあげよう、うん、っていう感じで私がもらおう、うん、分かった今の意味。面白いね。わがままちゃんだよね、私嫉妬よ、ごめんね。